Where y'all from? みなさんこんにちは、小島春菜です。3月19日発売のスイート4月号に私がプロデュースしているブランドハーリップ2がプロデュースするフロックがつきます。そのフロックがこちらです。じゃん。このポーチ2つもセットになります。こっちがちょっと大きめのクロコチョウのエンボスのポーチと、あとこれがハーリップ2のポーチになります。じゃん。でこっちも中がこんな風にチェリーの柄になってます。今日はこの私のポーチの中身を紹介します。まずはこっちの大きいポーチの、本紹介するんですけど、結構中身入ります。こんな感じで、いっぱい入ります。なので大きいバッグの日はフルメイクのコスメが入ると思うし、旅行とかに持ってってもとても便利だなと思います。じゃあ中身を、まずは、ベースメイクだとナーズのクッションファンデと、こちらもナーズのコンシーラー。このコンシーラーは日本で売ってるかわからないんだけど、海外で買ったんだけど、このサイズがとっても便利なのでこれいつも持ち歩いてます。そして、ハイライト、これはボビーのハイライトで、中身はこんなカラーです。これ肌の色とか、あとチーク代わりにも使えるので、結構このちょっとオレンジっぽい色で輝くので、ちょっと血色があるような仕上がりになります。そしてあとはシャドウパレットも入るんですけど、私は今このフェンティビューティーのアイシャドウ、こんな感じの肌に馴染むような、ちょっと立体的に見せてくれるようなカラー、とても使いやすいカラーです。シャネルの春の限定色だと思うんですけど、ペンシルアイシャドウでこんな色、こんな感じなので、アイホールをぼかしたり、あと目の下にちょっとぼかしたり、ナチュラルに仕上がります。でリップは口紅っていうよりもバーム系を持ち歩くことが多いかな。フェアミネラルのバーム、こういう感じのカラーです。インクレディブルのちょっとツヤっとしたブラウンのリップ、ちょっとバームっぽいインクレディブルのこの2本持ち歩いてます。そして私いつもバッグの中に除菌のシート、ウェットシートとか持ち歩くんですけど、今はいろいろなんか心配なこともあるので、私は自分で作って持ち歩いてます。手とか手指とかって除菌しています。これもポーチに入っちゃいます。香りですね。これはプレミアムエッセンシャルオイル、オーガニックラベンダー、ラベンダーの香りのエッセンシャルオイル。リフレッシュしたい時にこれロールオンなので、さっとつけてこめかみとかにつけると気分リフレッシュできます。あとこれもインクレディブルだ。インクレディブルのアメジスト入りのロールオングロス、かわいいという感じで、この大きいポーチにいろいろ入りました。結構まだまだ入ると思う。結構大容量で入ります。でこれはこの形にもとってもこだわっていて、なんか丸でも四角でもないこういう形にしたくて、何回か直してもらってこの形にたどり着きました。ハーリップ2もスイートのイメージもピンクだったので、でも大人がモテるピンクがいいなと思ってこのカラーを作りました。そしてもう一つ、このミニポーチです。こちら、これ本当にちょうどいいサイズで何でも入るから本当におすすめで、ちょっとツヤのあるサテンっぽい生地にチェリーの柄が入って、金のゴールドでロゴが入ってます。
何でも入るから、なんかティッシュとか入れてもいいし、お薬とか入れてもいいし、で私は今は持ち歩く用のヘアゴムとか、あとはピアスとか、ブレスレットとか、あとイヤリングのアクセを入れてます。そしてバッグがちっちゃくてもうポーチが入らないって時にとってもおすすめなのがこちらです。これはハーリップトゥーのリップポーチです。これ去年出たんですけどとっても人気で、すごいちっちゃいんですけどサイズこのくらいこのくらい違うの。だからこれもちっちゃいクラッチとかちっちゃいバッグとかにも入るし、ね、大きいバッグの時もリップがバラバラってなることなく、こうやってバッグの中がぐちゃっとならないので、私もとっても気に入ってます。とってもおすすめです。そしてスイートには通常版と特別版があるんですけど、特別版も付録が違って、それがこちらです。ポーチとなんとじゃーん、ミニウォレット、お財布がついてきちゃいます。すごい、ハーリップトゥーのロゴもゴールドで、これはねちっちゃいお財布なんですけど収納もちゃんとしてて、中にお札もカードも入れるところがあって、コインも入ります。こんなお財布にポーチまでついてくる特別版もぜひゲットしてください。あと表紙もそうだし、中のページでもハーリップトゥーのお洋服を着たページがあります。春の新作を着てます。ぜひチェックしてください。ということで、どうでしたか？私の最近のポーチの中身を紹介しましたけど、スイートは19日に発売です。スイート、4月後ぜひゲットしてください。私もまだまだ使う予定なので、ぜひ皆さんこれ、ポーチお揃いにしましょう。私が目印です。ぜひ皆さん見つけてください。あとはどういう動画が見たいかとか、知りたいことあったらぜひコメント欄にコメントしてください。ぜひ皆さんチャンネル登録、そしてグッドボタンお願いします。バイバイ。最後まで見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録とグッドボタン押してね。